はい、皆さんこんにちは。今日もワンモアアイランドやっていきたいと思います。前回ですね、こちらの島にたどり着きました。こちらですね、コーヒーを作ろうと思っています。でこちらの方にコーヒーを作りたいんですけど、それにはですねレベル3の人が必要なので、まずはレベル3の人がですね、住めるようにしていかなければなりません。で食べ物がスパイス、なんだっけこれは、ビール、そしてソーセージ、お茶が必要になってきますので、これらをここに運ぶための船が必要になってきますね。まだレベル2の商船とかは立てれませんので、小型の船を、とりあえず2艘ほど作っていきたいと思います。まあ、造船所が、ここにしかありませんので、仕方ありませんね。でこっちのところはとりあえず、なんだろう、レベル3の人が、食べるものが確実に入るように、こちらに作っていきましょう。これでレベル3の人に必要なものが食べれるようにはなりましたね。でこちらでなんだ、お茶、お茶はどこだ、ビールでいいか、ビール、ソーセージ、そしてお茶、はい、お茶ですね。そしてスパイスか、スパイスの方が入るようにはしておきましょう。でこれが、あ、船できましたね。困ったことに、あ、リンゴ酒もなんかめちゃくちゃ減ってるな。リンゴ酒めちゃくちゃあるんですけど、工場に運ばれてないですね。これはちょっとまずいぞ。それと、もうちょっとでっかい港が欲しいので、どうしようかな。こっちの下側か。と物流がかなり悪いですが、なんかもう一個上の方に作りましょうか。ここに、あ、ここに人がいなかった。危なかった。いつの間にか人なくなってましたね。こちらは入ってると。どうしよう。こっちの角っこにレベル3の港を建てて、こっからいろいろ輸出できるようにしていきたいと思います。レンガの道をまず建てていきましょうか。レンガはまだ結構余ってるはずなので、ここでたくさん作ってますので、問題なくいけると思います。ちょっともう一人増やして、レンガの方増やすか。あ、増やせない。足りないのは何だ？足りないのはお茶ですね。お茶の生産量が一応こっちにあるけど、間に合わない感じなのかな。まあいいや。とりあえず、こちらの方ですね。あ、なんか乗ってるな。品物が乗ってるので一度下ろして、マップを開く。そして、航海の、これは何の船なんだろう。こっちですね。で、港を追加。で、どこだ？ここですね。ここで、積み荷を乗せよう。ここではお茶を20、乗せると。あとは何が必要なんだ？あとは特にはいらないかな？で、ここでお茶を20おろすということですね。よいしょ。お茶を20おろすということをしましょう。その次に、今度はこちらの方に行って、なんだろう。何を詰めばいいんだ？ソーセージ、ビール。あ、スパイスだ。スパイスを20乗せるようにしましょうか。スパイスを20乗せると。で、ビールは、こっちのところは、届いてませんね。届いてませんので、さらに港を追加するか。港を追加。そして、ここでビールを20、乗せると。で、最後にもう一回ここに戻る。あ、戻れないんだ。これは困りましたね。じゃあ、お茶のところにビールを、あ、これ順番とか大丈夫かな？
順番大丈夫ですかね。あんまり順番変だと、持っていってくれませんからね。あとスパイス。スパイスは、あった。スパイスを20と。とりあえずこんだけおろしてもらいましょうか。これで減ってを一回いくと。あとなんだろう。ソーセージが来てないのかな。ソーセージが来てないので、ソーセージを運ば、ちょっともう、かなりぐちゃぐちゃですね。ソーセージを一応ここで20乗せて、ビールも乗せれるかな。お茶がちょっと少ないんですよね。20。あとはなんだ?スパイスはまあ、あそこから持ってくるとして、問題なくいけるかな。こんな感じですかね。あとは、リンゴ酒を少し持っていきましょうか。20ほど持っていくと。で、こちらですね。どれだ?ここか。ここに全部おろすという形にいきましょう。ソーセージを20。次にビールを20。これで、レベル3の人も、住めるようになると思います。よし、これで行ってもらおう。ちょっといろいろとエラーが出てますよね。ここら辺とちょっとないのかもしれないので、ここら辺にないのかな、ものが。お茶とかはかなりの量がありますね。リンゴ酒、パンとか大丈夫かな、ここ。ここよく考えたら、パンは、なくてもいけるか?よし、とりあえずこれでですね、一旦こちらの方がちゃんとフルで入るかどうか、それを確認してからレベル3の方を、作っていきたいと思います。ちょっと交易船のですね、やっぱりちょっと荷下ろしがうまくいってなかったので、なかなか運んでもらえませんでしたが、一応ですね、レベル3用のものが、きちんと届くことが分かりましたので、こちらでコーヒー農園を作っていきたいと思います。ゾーンでコーヒー農場ですね、こちら土地がめちゃくちゃありますので、少し広めに作っていこうかなと思います。まあ、どれぐらい必要なんだろうな。他のところにも将来輸出することを考えて、一応こんだけ作ろうと思います。よいしょ。ただ、レベル3に、当てはめるのに、材料が足りない。これ、レベル2を、あれかな、踏んでいかないといけないので、ひょっとしたらパンとリンゴ酒も必要なんですかね。そこら辺どもちょっと必要なのかもしれませんので、少し入れていきましょうか。こちらスパイスのみを積んでいるところがありますので、ここにリンゴ酒と、洋服もなのか。洋服も積まないといけないんですね。そっかそっか。ちょっと大変な感じですが、まあ、とりあえず他のものを入れれるようにしていきましょう。洋服系は後で、まあ、こちらからもう一席作って、直接ですね、洋服の方を持っていくことにしましょう。ただ洋服な、なんか運びがすごく遅いんですよね。リンゴ酒もめちゃくちゃあるんですけど、港の方には運ばれてないので、ちょっと、困っています。さあ、こちらの方には、ソーセージにするための、施設ができましたので、こちらも入れていきましょう。ただ、ちょっと入らないぞ。あ、お茶がなくなってますね。こっちの方ですね。お茶畑の方も、なんだ、リンゴ酒の方が輸入されてなかったので、ずっと輸入されてなかったので、人がいっぱい死んでしまって、ちょっと茶葉の方が遅れていますね。こちらの方も鉄鉱石の方も、人死んでますね。ちょっと船の輸入と輸出のところがうまくいったりいかなかったりと、なかなか厳しいところではありますが、なんとかお茶を作りつつですね、ちょっと頑張ってみようと思います。で、ここパン、洋服、魚が入ると多分、3までいけるのか。
そこまでならないとダメなんですね。よし。あとですね、こちらの下側にレベル3の港を作れるようにしようかと思っています。港どれぐらいの幅あればいいんだろう。こちらの方にちょっと大きめで作っておきましょうか。ここら辺にゾーンの拡張もして、こんだけ入れていきましょう。レベル3にすると何が必要だろう。まず石ですね。こちらの方が必要と。さあ、面積は足りてますね。そして旗。旗の方が必要。よいしょ。そして救命部位。で、橋が必要ですね。どっちだ？橋。置けないぞ。回転がどっちだ？あ、これでいいですね。で、あとは備蓄倉庫の方をちょっと置いていけばいいと思います。これでしばらくちょっと様子を見ましょうか。で、必要なものはできる限りこちらに貯めれるようにしながら、距離が近い場所ですね。そこからの交易が行えるようにしたいと思います。まあ、大きい、港を一つにまとめてしまってもいいかもしれませんね。そこら辺ではやりながらちょっと考えていこうかなと思います。さあ、こちらの方まだ出来上がりませんので、少し待ちましょう。さあ、一応ですね、こちらレベル3の、港の方は完成しました。こちらの方に一応、洋服とか、まずレベル1で必要なものは全部突っ込むようにしてありますが、全然、持ってきてくれませんね。なかなか運んでくれない。おお、そしてすごい枯れてるな。こちらもすごい枯れてますね。これらは一括で、買ってくれるやつがありましたので、削除してもらいましょう。他ですね、お茶とかはあ、ちょっとやばいぞ。お茶っ葉の方が少しない。いろいろと物資が足りないので、少し困ってきましたね。うまいこと回っていません。さあ、とりあえずここから洋服が運ばれましたので、洋服持っていきましょう。これで、コーヒー畑22人必要なんですが、少し入れていきましょう。何が足りないんだ？あとは。あ、洋服をもうちょっと運んでくれる人を、作らないとまずいですね。で、こちらは交易マップで、洋服をとりあえず専門的に運ぶ船にしていきましょう。こちら、一応コーヒーとかも、持っていこうかな。コーヒーを後で50、まあ今はないのでいいんですけど、後で50持っていくようにしたいと思います。ここが洋服と。これどうしようかな。とりあえず20入れましょうか。よし、20入れておこう。そして港を追加。今できた新しいところですね。レベル3のところにしましょう。ニエニはこちらで洋服を20と。で、おろすのはコーヒーを、何個だ？ 50 ですかね。これで設定をしておきましょう。とりあえずしばらくは洋服のみ、入れてくれると思いますので、これで問題なくいけると思います。さあ、ちょっと人を足していきましょう。あんまり少ないと、ダメですね。他何が足りないんだ？何かが足りないので、労働者か。労働者がいないのか。労働者をガンガン増やしていきましょう。そして足していくと20人。あと2人なんですけど、あんまり取りすぎると今度、補充の品物がないので、死んでしまう可能性大ですね。さあ、あとはどうしよう。こちらの方で何を置いていくかですね。ソーセージもそろそろ人入れれますね。ここから豚さん直接こっちに来てソーセージになってもらいましょう。で、こちらは第2の方行きましょうか。スパイス、ビール。
そしてソーセージ、あとお茶ですね。ボックスをもう一個作って分かりやすいようにしておきましょうか。さあ、これでしばらくは大丈夫かな。で、コーヒー豆ができたら、今度コーヒーを入れる場所を作らないといけませんので、このコーヒー工場を作りたいと思います。さあ、こちらはどれだけだ？ 4×4 ですね。どれぐらいの、ものが必要なのかがちょっとわかりませんね。もうちょっと失敗したな。もうちょっと場所、通路ぐらい開けといてもよかったかもしれません。4×4。こっちは、ここに鉄鉱石があるんですけど、まあ、鉄鉱石ちょっと無視しましょうか。そして鉄鉱石はもうここでは取らないということで、こんだけコーヒーエリアにしましょう。あ、嘘だ。これを作るにはレンガが必要ということですね。なので、レンガも輸出してこないとダメ。なかなか厳しいな。さあ、洋服届きましたね。これちゃんと置いていってくれるかどうか少し確認だけしておきましょうか。もし置いていってくれない場合は、何かしらの、対策が必要ですね。あ、置いていってくれましたね。よし、よかったよかった。ちなみにこのコーヒー園は、あ、なんか死んでるな。少し枯れてますね。二人ばかし足りないので枯れたのかな。こっちのメンテナンスは道具。あ、道具もちょっと必要ですね。では、空いてるところにレンガを置くようにして、先ほどのところですね、こちら側から、レンガの方も少し輸入できるようにしましょう。ここですね。ここは何だっけ？お茶か。お茶を入れるようにして、こちらは素材ですね。建築素材を入れていきましょう。とりあえずレンガをここに入れると。レンガが溜まり次第ですね、持っていくことにしたいと思います。さあ、こちらの方どう？ソーセージ作り始められてますかね。あ、これひょっとして牛もいないといけないのかな？これ豚だけじゃなくて牛もいないと、ってくれないっぽいですよね。ああ、そういうことなのか。ということで、ここには牛の牧場が必要になってきましたので、牛の牧場をちょっと作りたいと思います。ああ、そういうことなのか。全然ちょっと分かってませんでしたね。よいしょ、水飲み場と。で、柵を作っていきましょう。ああ、なるほど。牛と豚でそれぞれ入れて、ソーセージに変えるという形なんですね。ああ、そういうことか。まあ、これで適当に入れておきましょう。さあ、こちらができれば、ここから、そうか、豚だけじゃなくて牛を使ったソーセージも作れるということで、結構数か、稼げそうですね。あ、レンガの方は、ちょっといきなり足りなくなったので、増設したらたくさん今度ありすぎるようになってしまいましたね。ガンガン、レンガの道を引きたいと思います。まあ、それにしてもちょっとも、え、こっちなんで持ってっちゃった？レンガ、あ、ここ修理するためか。レンガとかいきなり持っていかれる場合があるんですね。さ、スパイス畑で働く人が死んだと。なんか足りなくなった？足りなくなってますかね。レベル2の人なので問題はないはずですね。こちらは枯れたのは取ってと。あ、だいぶ人いないな。人いませんね。働く人がいないからかな。増やせないのでレベル2の人を増やしていこう。あ、これレベル 3？ レベル2ですよね。何が足りないんだ？あ、魚か。魚が全然なくなっていた。ということで、ここ急激に魚がなくなっていましたので、魚釣りの人をちょっと増やしていこうかと思います。あ、そうだったんだ。全然気づきませんでしたね。まさかの魚がいなくなって、人が死んでいました。さあ、とりあえず魚釣りの方も増やしていきますので、どうしよう。レベル2にするかな。レベル2の方で釣ってもらいましょうか。
あ、やばい、人がいなかった。そこまでレベル2を増やせるほど人がいませんでしたので、こちらはこのまま行きたいと思います。まあ、在庫の方は結構増えてきましたね。問題なく第2の島として、ここからもう1個貿易してもいいかもしれません。さあ、そろそろレンガの方を運んでもらおうかな。こいつがまだ洋服しか積んでませんので、なんだ ?2 を乗せる。ここか。ここでレンガですね。レンガ。数量になるか港が空になるまでとりあえず積みましょう。数量とりあえず30でいいか。で、落とすところも、ここ、レンガですね。30積んで、下ろすという形にしておきましょう。船が空になるまで下ろすと。はい、こちらの方を変更しておきましょう。これで徐々に、作れるようになると思います。まず、石の土台に、石の壁ですね。よいしょ。あ、もうすでにあれか。最初に、木とかは取っておく形なんですね。他には、あ、道具も結構必要ですね。道具も必要なので、道具はまた後で、持ってくることにしましょう。よし。まずコーヒーを焙煎できる人とかがいないといけないんですね。生産物を置く場所。これ適当に置いときましょう。これ長いやつはなんだ?コーヒーはちなみにコーヒー豆、水、石炭。あ、石炭も必要か。ということで、こちらの方で、石とか、あ、石はありますね。石炭もなぜか、あ、ここで取れるか。取れるので問題ないですね。自分でできるみたいですね。では、こちらの方はレンガさえできれば問題ないと思いますので、レンガが取れるまで待ちましょう。牛さんの方たくさん入って、こちら豚さんも入ったんですけど、ソーセージにはしませんね。なんでだろう。ステータスは見てもわからないか。一応こちら豚さんと牛さん見ると、労働者を待っていますとなっていますが、一応、労働者3人はいるんですけどね、ちょっと引っかかってるのかなと思って、こちらの方を削除しています。さあ、どうだろう。これでしっかりと入ればいいんですけど、あ、全然ダメだな。全然、こちらでソーセージとかにはしてもらえませんね。なんでだ?生の牛肉とソーセージ。あ、ゾーンの生産が停止してますになってますね。これはなんでだ?なぜか、生産を続行にしておきましょう。あ、これでいいのか。あ、そうか、そうか。なぜか、いつの間にかちょっと停止になってたみたいですね。なので、お肉にできなかったんですけど、これで出来上がるということですね。はい。そして、洋服なんですけど、洋服めちゃくちゃあるんですけど、ちょっと、みんな運んでくれなくて、お茶畑がちょっと壊滅状態にまたなってきました。こちらの方、洋服が運ばれてないので、みんな空腹で死んでいく形になっています。さあ、そして初期の町では、魚の方が足りなくなってきましたので、こちらは魚を追加していこうと思います。よいしょ、レベル2にしてもてもいいと思いますね。ああ、ただ、レベル2にできないのかな?あ、大丈夫そうですね。スパイスが、あと輸入がちょっと遅れていますね。ああ、そして小麦がめちゃくちゃ枯れてると。ホップの方もめちゃくちゃ余ってるからなのか、枯れが激しいですね。いや、全然安定しませんね。ちょっと厳しい感じです。製粉所の方もフル稼働ですね。お茶のところのお茶っ葉が来ないので結構きついな。そしてスパイスがこっち側にあまり持ってこられてませんね。こっちも来てないので、どうなんだろう。スパイス工場の方はもう2つの畑があるので、足りないっていうことはないと思います。よし。
50たくさんありますもんね。ということで船をもう一艘作って、スパイス専門で運ばせていきたいと思います。さああとはな、お茶っ葉の方がやっぱりここを死にまくってるので、厳しいですね。あ、どんどんなくなっていってますね。人がどんどんなくなってますので、洋服をなんとかしないといけません。洋服こっちに50あるので、なんとかしてほしいんだけど、あ、こっちもありますね。大丈夫なのかな。ここから来るものは、積んであるものを見よう。こいつはあれなのか？洋服積めっていう命令ありますが、積んでませんね。これはどうなんだろう。一応真ん中にするか。こちらの方を船の真ん中にして、一回様子を見ましょう。さあ、とりあえず今は大至急ですね、洋服が必要なので、手動で洋服の方は運ばせていこうと思います。さあ、こちらの魚がですね、ちょっと、港とか市場まではちょっと遠いんですよね。あ、なんだ、なんで積めない。あ、なぜか積めなくなってますね。なんでだろう、労働者がいないのか。こちらの港の労働者一人いますね。一人いるけど洋服がなぜか積めない。なんでだ。なぜか服が乗せられませんね。 3.1 しか乗せられない。しかもこのスキンシップってなんだ。えい、あ、やばそうですね。英語なので、ちょっと危険です。なぜか洋服がこれ以上微妙にしか乗せれないな。バグなのか分かりませんが、船に積めなくなってますね。これが50入ると、乗せれるみたいな感じなんですけど、困ったな。スパイス。ここはなんだ？茶葉。茶葉。茶葉がいっぱいだな。もうちょっと洋服を乗せれるようにしましょうか。そういうなんかちょっとバグ的なものがあるので、ひょっとしたらこちら側に持っていけてないのかもしれませんね。やばいな。みんな死んでますね。とりあえず洋服がまたでき次第ですね、こっちのお茶を再開できるように頑張ろうと思います。さあ、ついにですね、こちらの方でコーヒーが作られるようになりました。一応3人がかりで作っていますが、ちょっとこちらもお茶と同じように、少ないようならもう少し増産しようと思います。それとこちら側ですね、こちら側にも一応コーヒーの方が、豆だけ入れれるようになりましたので、こちらの下の方でもコーヒーの方の生産をしていこうと思います。そして真ん中のこちらですね、こちらはレベル3にしていこうと思っています。まあ、屋台の方がまだ出来上がってませんので、屋台の方ができれば、こちらレベル3になって研究ポイントできると思います。さあ、そしてこちら港の3の隣には、食品加工、工場を作りましたので、こちらでも加工食品が作られています。これで多分研究ポイントの方は結構入ってくると思いますので、このまま行けばもう少しですね、レベル3の方の研究がどんどん進んでいくのではないかと思います。まだちょっと今こちら選んでますが、コーヒーの方が輸入されてませんので、あ、まだこっちとか研究できましたね。他にもこちら道具、コーヒー、レンガがあればできるものとか、いろいろありますので、研究の方をどんどん進んでいくようにしたいと思います。それでは今日はこれぐらいで終わろうと思います。皆様ありがとうございました。